高津級防護巡洋艦は新庁が建造した防護巡洋艦。同系艦3隻。文献によっては水雷巡洋艦や水雷砲艦に分類される。本級は新国で建造された初めての全校生の巡洋艦である。平苑の装備品調達に等した機関は合わせて英仏の新式軍艦を視察。イギリスで建造した。 一円級やドイツで建造されたスミエ園との比較で、さらに先進的な艦の必要性を痛感した。またこれらの比較を通じフランスの防護巡洋艦をタイプシップとした艦の建造を提案した。しかも、新国内で建造すれば一隻あたりわずか45万両で、スミ、フランスで建造するよりも11万両の経費削減が可能だとした。この報告を受けた。 当時の船政大臣、灰影森は1886年に、ホルバン級防護巡洋艦をタイプシップとした艦の建造を上心するも、海軍画門での議論は不調に終わる。一方、両校総督に就任した長野保は、魚雷艇や砲艦を輸入したものの、さらに公用性の高い艦の保有を希望、船政に旧式の誹謗護巡洋艦の高校と共に、本級の建造を依頼した。 当時の船政部門は、禁縮財政状態となっており、建造費は、朝廷からではなく、両校総督府からの出資となった。このためその後本級に多方面での影響を及ぼす。三番官については寄稿後に、長のホラが、国校総督に転任、公認の理官省は、軍費削減のため、建造中止を要求した。これに対し船政側は、皇帝を、 福安氏と改名するとともに、船製水子向けに変更し、船製部門の経費を流用して、建造を継続した。参考とした、コンドル。建造決定時にタイプシップが一回り小型の、コンドル級に変更されたが、実際に建造された缶はさらに一回り小型となり。 全長71.63メートル、全幅8.23メートル、喫水3.96メートル、設計排水量1000トン、マストは3本の内前、シ柱と水ンは構成、中央は木製で搬送が可能だったと推測され、全章には信号下ミズンには下駄があった。船首部には砲塔はなく、タートルバック乾板となっていた。 3番艦についてはさらに小型になっており、全長71.01メートル、全幅8.02メートル、喫水3.5メートルで、高指時の福安市の速力はさらに低下、機関出力2000馬力で12.4キロトンを記録、完熟公開後設計通りの2400馬力を発揮すれば13.4キロトンに達すると見込まれたが、それでも高津、公平よりも低い数値であった。 また、同系艦3隻どもに座礁して失われており、ほぼ同時期に、建造のウネビと同様に、タンブルホーム構造の船体に、背の高い搬送用マストがあったため、操打性、復元性に難があったと推測される。本級はその艦型に対して、強力な来装が施されており、艦首左右両舷に1問ずつ、船体中央の後ろ寄りの左右両舷に1問ずつの、 k 四門の魚雷発射艦を装備していた。その一方火砲は比較的貧弱であり、これが本級が大型魚雷艇や水雷巡洋艦とされる一因となっている。船体同様火砲もまた前日の建造費の問題により2点3点した結果、一番艦とそれ以降での装備が異なる。高音図は全部にクルップ1 5トル炭素砲を船体両源に設置した。 ケースメートに、計2門、後部に、クルップ 12cm 単装速射砲1門、ホチキス 37mm5 連装回転式機砲4門、後兵は、全部の 15cm 砲も 12cm 砲となり、その代わりに 37mm ガトリング砲が8門となっている。3番艦の武装についてはつまびらかにはなっていないが、2番艦と同等であったであろうと推測される。 収益後交通、公平両館ともに改装が実施されている。1894年7月2日、湖南製造局総弁隆基幸から理工省に当てられた伝文によると、内政した新型 12cm 速射砲を北洋に運ぶことを要求している。この新型火砲は実際に流行島に運ばれ、到着後北洋水市では交通。 公平の同行研究式法を完走した。公平は日本軍に露隔された後、日本軍の標準装備への完走が実施されている。機関は2機の蒸気機関と主艦1機出力2400馬力、設計速度は17ノットであった。実際に大焼け身となると、コー通はわずか15ノットしか出せず、2番艦の結果もほぼ同程度となってしまった。これは、 本級が比較的小型の蒸気機関車用の管を使用したため、出力不足に陥ったものとされる。走行については、本級は鉄骨鉄側で、使用鋼材はフランスからの輸入品を使用。船体内の喫水船付近に、縦方向に、やや傾斜の付けられた走行甲,甲板があり、厚さは一員で主管室、主機室、弾薬庫などを防御しており、これにより、 防護巡洋艦に類別されている。感情の他の防御区画としては、司令塔があり、厚さは任意である。ありがとうございます。